東京大学大学院准教授の斉藤光平氏が3日、TBS 系、サンデージャポンに出演、電撃婚を発表した大谷翔平投手について言及した。番組冒頭で、日本人女性との結婚を発表した大谷について特集。結婚報告会見では、日本人の方ですね。入籍日は言わなくていいかな。至って普通の人というか、普通の日本人の人ですね。などと話し、お相手について多くを語らなかったことを紹介した。斉藤氏は会見について、日本人から見れば、完璧な受け答えだったと思うんですけど、アメリカ人から見ると、やっぱり彼らが親しみのある有名人たち、例えば、テイラー・スウィフトとアメフトの選手、ああいうオープンな交際ですよね、と、スーパー、ボールの試合後の、セレモニーで交際中の NFL チーフスのケルシーと熱いキスを交わしたスウィフトを例に挙げ、日米の違いを説明した。その上で、もし、これからも日本のメディアを気にして、公の、場に連れて行かないということになると、チームメイトやファンからすると、変なんじゃないかな。実際、LA タイムズとかに解説記事が出て、これはストレンジ、奇妙、だけれど、なぜ日本の文化だと、これは普通なのか、って、出るぐらいアメリカ人からすると、ちょっとおかしいことなので、と、米国では大谷の会見をキーに感じていると指摘した。さらに、メジャー晩年のイチロー氏を引き合いに出し、イチロー氏は、年齢が上がってくる中で、チームから孤立、しちゃったりとか、そういうこともなかったわけではないので、新しいチームですし、早く馴染めるように、私たちの報道とかも考えなきゃいけないのかな、と危惧した。さらには、米国人は、もともと隠すつもりはないですよね。だから、ここまで隠すっていうのはアメリカ人の感覚からすると、だって別に、家族なんで、いいじゃん、って、としつつも、日本人の自分の感覚とアメリカ人の感覚にも向き合わなきゃいけないっていうのの破大変、と大谷をおもんばかっていた。ネットの声、メジャーリーグだと優勝パレードのオープンカーに家族も一緒に乗って凱旋するくらいなので、考え方の差はかなり大きいかもしれませんね。日本だと陰ながら支える妻が好まれる風潮がありますし、反対に票に出るタイプだと叩かれることもあります。大谷選手だって隠したくて隠してるわけでもなく、日本のメディアや一部の過激ファンの攻撃から守ってあげる必要があって、そういう選択をするしかないのだと思いますよ。今までのマスコミの対応が、大谷選手に不信感を抱かせているんでしょうね。今までやりたい放題やってて不信感があるところで、いざ大事な時に必要な情報を引き出す。無理だよな。長い間の信頼関係ができていたら大谷選手も必要な情報を流していたと思う。現にスポーツ紙の、NUMBER、では、こんなことも話してくれているんだ。くらいのコメントが載ってますからね。大谷選手も一人の人間ですから。信頼関係って必要ですよね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。